王清潔は、中華民国の政治家、法学者。日中戦争に際しては、中国国民党の抗日宣伝に従事し、国境内戦期に国民政府の外交部長を務めた人物である。また、教育、文化振興においても重要な役割を果たした。字は、ゆきてい。新末は、南路高等小学、古北悠久師範を経て、 小立天津北洋大学に入学した。武将記事が勃発すると、武将に戻り、革命派の都督府秘書に任ぜられている。1913年、イギリスに留学し、ロンドン大学政治経済学院に入学した。1917年、卒業して政治経済学士の学位を取得している。続いて、フランスへ赴いて、パリ大学に入学し、1920年に、 法学博士の学位を取得した。帰国後は、国立北京大学で教官を務め、その傍ら、週刊誌、現代評論を創刊した。1927年6月、国民政府法制局局長に任命される。同年12月には、湖北省政府委員権教育庁長,長長に転じた。翌年十月、デンハーグで、常設仲裁裁判所仲裁人に任命される。 11月、立法院立法委員に任せられた。1929年3月、国立武漢大学校長となる。1931年12月、中国国民党第4期候補中央観察委員に選出された。1933年4月、国民政府教育部部長に抜擢された。1935年6月、国立中央研究院。 1> 第1期表議員となり、同年11月には国民党第5期候補中央観察委員に選出されている。1938年1月、教育部長を退任し、軍事委員会参事室主任に転じ、合わせて政治部指導委員に任ぜられた。同年6月には国民参政会秘書長にも任ぜられている。翌1939年11月、 国民党中央宣言部部長に任ぜられて、公日宣伝に従事し、1942年12月まで、この地位にあった。また、1941年から1943年までは、中央設計局秘書長も兼任している。1943年4月、三民主義青年団、第一期中央観察会観察に任ぜられ、 翌1944年11月には中央宣言部部長に再任している。1945年5月、王政決は第6期国民党中央監察委員に再選され、同年7月、行政委員長に就任した総主文の公認として外交部長に任ぜられた。その翌月、総に随従してソ連を訪問し、中ソ友好同盟条約に調印した。帰国後、 重慶での中国共産党との総縦協定の交渉に従事している。1946年7月のパリ講和会議に代表団団長として出席し、翌年9月の第2期国連総会と1948年9月の第3期国連総会でそれぞれ主席代表を務めている。このほか政権国民大会と雪乗り国民大会で代表となり、 1948年3月には、第一期中央研究委任士となった。同年12月、外交部長を離任し、後鉄条が公認となる。小解析が台湾に逃れると、王清潔もこれに随従し、1950年3月、総統府秘書長に任ぜられた。1952年10月、第7期国民党中央評議委員となり、 1958年7月、行政院政務委員に任せられた。また、国連総会でも代表を何度か務めている。1962年4月、中央研究院委員長に任せられる。この間、国立高級、中央博物院両院共同理事会場無理事、国立高級博物院管理委員会場無委員、中華文化復興運動水業、委員会場無委員なども兼任した。 1970年4月、委員長を辞任し、総統府市政に転任した。1981年4月21日、台北市にて病没。去年91。ありがとうございます。